ピッチャーまさに悲劇が訪れます。なんと打球が首に直撃。本日は新座市一部リーグ大会ステイドリーム VS ハロハロさんの様子をお届けします。ご視聴ありがとうございます。こちらステイドリーム高校でして、オーダーこのような感じになっております。キャッチャーは渡る、キャッチングが非常にうまく頼りになる捕手です。さあ一部リーグ初戦はレッドスコーピオンズさんに負けておりますが、ここはなんとか勝っておきたいところ。新座市の一部リーグは総当たり戦になっているので、全チームと対戦することになります。ここはアウトローにストレートが決まりました。ちなみに本日は翔平さんからもらったワールドペガサスの赤グラブを使用しております。そして2ストライクから高めのストレート振らせて三振、ワンアウト、先頭を切ります。しかし続くバッターをボールボールボールと、スリーボールとなりますが、ここからがピッチャーの見せどころ。ここのインコースのストレート、そして続く球もストレートでファル。そして渡るはインコースに構えて、ここは見逃しの三振で2者連続三振とします。ここ2試合ですね、水野プロで負けてたので、ちょっと気分を変えてワールドペガサスを使っております。続くバッターショートフライで難なく1回の表を抑えます。ステイドリーム先制点欲しいところ、相手は背番号18番エースでしょうか。今回は翔輝が1番の打席に立っております。初球はスーッと入ってくるストレート、何とか先制点を取ってもらいたい。続く球をショートに打つも、ここがショートの送球が緩くなり、翔輝の足が勝る、内野安打。そして2番バッター岡ちゃん、最近ちょっと調子が上がってこないと嘆いておりましたが、ここはどうでしょうか。ここはサードゴロ引っ掛けた当たりとなって、セカンドフォースプレーでファーストはセーフ、送球がそれでも進塁はできず、ワンアウトランナー一塁となって、バッター南井さんお願いします。しかしここはワイルドピッチとなって二塁へ進塁、ワンアウトランナー二塁から南井さんはフォアボールを選びます。そして今日4番に入っている僕のもとへ、その初球ダブルスチールのサインが出ます。まさにご注目ください。バコンという投球がね、頭に当たるという、まあこれスチールのサイン出てたんで、結構後ろめ、そして若干バッターボックスの真ん中寄りに立ってたんですけど、まあそこらへんが功を奏したと言いますか。そこからはランナー2、3塁となって、右打ちを狙っていたのですが、ここはデッドボール、チームでも1位2を争うデッドボールの多さです。さあ5番バッター伊藤さん、お願いします。さあここデッドボール後の初球叩いたんですが、惜しくもピッチャーゴロとなりゲッツー崩れ、狙いも良かったですよね。デッドボール後のファーストストライク、ただ惜しくもピッチャーゴロ。そして6番の友、お願いします。友もいいところで仕事してくれるんでね。さあ2ストライク2ボール、平行カウントから、さあこれ強い当たりをショートが抑えるだけ、投げられず、僕もちょっとショート取ったんでストップということで、ショート内野安打となって1点先制。素晴らしい、しっかりと仕事をする、さすが頼りになります。そして続くバッターセンターの仁さん、これちょっとねスコアボード見づらいんですけど、フルカウントとなっております。ツーアウト満塁、フルカウント、ランナーはスタート。さあここで、これ惜しくもピッチャーゴロとなって、初回は1点のみ、しかし先制点を獲得することができました。さあ2回の表、先頭バッター抑えたいところ、初球。これフラフラっと上がったあたり、打ち取ったかと思ったんですが、ちょっと嫌なところに落ちる。やっぱ1部リーグになってからですね、こういうあたりが非常に多い印象を受けてます。しかし続くバッター南井さんがしっかりセカンドフォースアウトにして、ワンアウトランナー一塁、ファーストはセーフ。さあここで相手のバッターの監督でしょうか、30番の方が、
えげつないセンター前ヒット。一塁ランナーはセカンドストップ、ワンアウトランナー一二塁。少し怪しい雰囲気になってきましたが、続くバッターはサードゴロ。ここは見ないさん、ファーストに送球して、ツーアウトランナー二三塁。ここはしっかり抑えたいところですよ。これはライトの伊藤さんの元へしっかりキャッチ、何度か無失点に抑えることができました。一瞬たりとも気が抜けない試合展開です。さあ2回の裏、ステイドリーム、トミーさんお願いします。先頭出てください。仕事やトミーさん、ワンストライクツーボールから、ここいい当たりだったんですけど、惜しくもセカンド正面。いやー惜しい当たり。いつも金属バット使ってて、この試合からウレタンのね素材を使ってたんですけども、いや惜しかった。そして9番の渡る、渡るもいいバッティングしますからね。ここはつなぎの9番という意味での9番でしょうか。ツーストライクワンボールから、さあこれ外の変化球を坂本選手のような打ち方でレフト前ヒット、技あり、うまい。いやうまいっすね、さすが渡る。つなぎの9番、役割を果たします。ここから点数が欲しいところ、先頭に帰ってここでワンボールとなってヒットエンドランのサインが出ます。ここはバスターの構えからエンドラン、誰もいない三遊間を抜く、勝機も素晴らしい。しかしここオーバーランが出過ぎたということで、レフトよく見てました。渡るがタッチアウトとなって、その間に勝機はセカンドへ、まあ、結果的にねランナー進塁したので、まあ良いというところですが、ここは盗塁のサインで岡ちゃんヒッティングするも、これラッキーですね。送球ミスの間に追加点。その後後続は倒れて3回の表です。毎回得点のような形になってますね。初球ストライク、2球目もストライク、そして3球目は外のスライダー、キャッチングがうまい。渡るはキャッチングがうまいですよね。そして続くバッターも外のストレートで三振、ポンポンとツーアウトを取ります。続くバッターはこれはレフト正気の元へレフトフライ。点数を取った後締めるとやっぱ試合が締まりますね。さあ4番の僕からの打順です。最初の打席はデッドボールでしたが、ここは3ボールとなってフォアボール、先頭バッターが出塁。5番の伊藤さん、フルカウントとなったところでヒットエンドランのサインです。さあこれうまいところに打ってショートが投げたのを見て、僕は三塁へ送球それて、ファーストも投げられず、ヒットエンドラン大成功というところで、いいっすね。やっぱああいう三遊間一二塁間を狙うと、そこを見て、まあ、僕も一気に三塁を狙うと。そして先制点を放っている共に打順が回ります。ワンストライクからスクイズのサインが出ましたが、決められるか。うまい、うますぎるスクイズ、一発で決める完璧なスクイズが成功しました。素晴らしい。さあ毎回得点、3対0。その後後続は倒れて4回の表ですが、先頭バッターをフォアボールに出してしまいます。続くバッターフルカウントから、ここねラッキーでしたね、振ってもらえて。 見逃されてたらねフォアボールだったんですけど。さあそして続くバッターはサードフライ、続くバッターをフォアボールで出してランナー1、2塁とされるも、サードゴロに打ち取ってこの回も無失点。4回の表まで0を重ねます。さあ一方で毎回得点をしているステイドリーム、4回の裏の攻撃です。先頭バッター正気、フォアボール、またしても先頭が出ます。そしてここ牽制の球がそれてボールデッドにはならず、このグラウンドのルール上フリーというところで一気に快速飛ばして三塁へ、ノーアウトランナー三塁の大チャンス。そこで岡ちゃんどうするか。惜しい、これは
いい当たり。徳が足りないと言われてましたね、おばちゃん。もう行儀よく過ごしてください。そしたらフェアでしたよ。さあ2ストライクから、ここはデッドボールでランナー1、3塁。そして迎えるは南井さん。初球は盗塁のサイン。岡ちゃんが走ってピッチャーカット、ランナー2、3塁となります。ワンワンから、しかしここは南井さん打ち上げてしまったか、サードフライとなって打順は僕に回ります。さあこの場面ですね、前回のレッドスコーピオンズさんの試合の反省を生かして、もうヒットは正直狙わないと、変な話もう叩きで1点取ろうというところで、こんな感じでね、ちょっと右打ちとかも狙いつつ、ツーツーから、まあ、これ叩いた当たり、ショート正面だったんですが、正気の足が速い、ありがたい。さあ1点追加でコツコツ、まあやっぱね、上に上がれば上がるほどこういう点の取り方になってくるんじゃないでしょうか。さあ5回の表、毎回得点を重ねているステイドリームですが、ここでまさに悲劇が訪れます。ご覧ください。さあこれピッチャーライナー、グラブをかすめて首に直撃、しかしその後カバーでファーストアウト。そう、これグラブかすって首に当たったんですけど、その後岡ちゃんが間に合うって言ってくれたんで、うまくくるっと回転してアウトにすることができました。そして続くバッターはフォークで三振、ツーアウトとなって、ここはピッチャー正面のゴロ抑えて5回まで2失点。5回の裏の攻撃になります。さあ本日2打点を挙げているバッターとも、ここも仕事できるか。さあサードゴロですが、サードの送球がそれて先頭出塁、またしても先頭が出ます。そしてここでバッター代打のホッシーさん、さあお願いしますよ。初球はボール外れて、続く2球目、さあこれいい当たりだったんですが、セカンドポロッとこぼしてタッチからのファーストはセーフのゲッツー崩れ、惜しかったですね。続いてトミーさんに打席が回ります。さあ1打席目いい当たりをしてましたよ、見せてください。さあここで1塁ランナーのホッシー盗塁、送球がそれて盗塁成功、ランナー2塁。そして続く球も球がそれて一気にランナー3塁へ、ここでトミーさんが叩く、非常に理想的な点数の取り方です。この回もまたしても追加点、5イニング連続得点で5対0とします。そして時間的にこの回が最終回となりました。さあバックネット裏ではですね、レッドスコーピオンズさんが次の試合をまだかまだかというところで観戦しております。ここは先頭バッターフォアボールで出してしまいまして、続くバッター強烈なライト前ヒット、ノーアウトランナー1、2塁というピンチを招いてしまいます。そしてさあここはセカンドゴロ、トミーさんが全力でダッシュ、ナイスプレー。今のねランナーの前にダッシュしに来たのが良かったですね、待ってたら絶対セーフになっちゃう当たりでした。さあワンアウトランナー2、3塁となって、ここサードゴロ突っ込んでくるか、ここ珍しく南井さんが取れず1点を返されます。まあ、まだ4点あるんでね。そしてさあここ空振りの間にセカンドへと進んで、ワンアウトランナー2、3塁、続く球はインコースのストレート、ツーストライクワンボールから、ここはちょっと甘く入っちゃったんですけども、ストレートで三振、ツーアウトとなります。そして続くバッターもツーストライクと追い込むんですが、フォーク
クがこれ抜けてしまい、グリップの方でね打った当たりなんですけど、センターまで運ばれて一気に2点返されるというね、最終回2アウトから2点返されてしまいました。まあ、ここはちょっと僕のね弱い部分が出ましたかね。しかし続くバッターはまたしてもセンターへ、ここを星野さんがしっかりとキャッチして試合終了、5対3で新座1部リーグ初勝利となりました。ハロハロさん、対戦ありがとうございました。